ジャンベ。ジャンベは、西アフリカ起源の太鼓で、打楽器の一つ。英語では、ジェン、ジェン、ジェンベ、イエン、サンバニなどと綴り、ジェンベ、ジンベ等の読みをする。フランス語では、ジェン、ジャンベ、ギニアのマニンカ語では、ディエンベ、という。西アフリカ一体、ギニア、セネガル、マリ、コートジボワール、ブルキナファソで、伝統的に演奏されている。 神道の片面大古である。これら諸国はかつて西アフリカに栄えたマリ帝国の領土であり、そのマンディンゴと呼ばれる文化圏で主に日常生活や祭儀で演奏されてきた。古文書などがなく、起源となる時代は不明であるが、少なくとも1230年頃のマリ帝国成立の頃まで遡れると見られる。銅は固い木をくり抜いて作られており、 湖面には主にヤギの皮が貼られる。西アフリカでは、銅には、現地でディーアラと呼ばれる、先端科の木、学名、ズグラと呼ばれる、マメ科の木、グエニと呼ばれる、マメ科のアフリカローズウッド、ヘイラと呼ばれる、マメ科ネムノキアカの木、イロコと呼ばれる、クワカミリキア族の高木ミリキアエクスケルサなどが一般的であるが、レンクと呼ぶマメ科のの比較的柔らかい木出ると、 音的には劣るが、霊的な力が宿ると、万輪家族に信じられている。銅を横から見ると、銅の上部は丸みを帯びており、中央がくびれて、そこからやや太くなりながら、湖面の張られていないに至る。このゴブレット型の銅には、様々な装飾を施してあることがある。一般に、大人用のものは、湖面の直径は三十から三十五センチメートル程度。 銅の深さは55から65センチメートル、子供用、民芸品用のものは、さらに小さい。湖面は、秒などで固定されておらず、周囲が紐でくくりつけてあるだけであるので、紐の締め方で湖面の張力を調整することが可能で、あるが、トーキングドラムや日本の鼓のように演奏中に、紐にを加えるなどして、聴力を変えることはできない。近年は、 アフリカ以外にインドネシアなどでも生産され、ラテンパーカッション、LP でも、マイノルとかなど欧米のパーカッションメーカーでも作られるようになった。この場合は、コンガのような金属リムを使って、容易にチューニングを変えられるものもある。木製だけでなく繊維強化プラスチックなどの合成樹脂で作られたもの、湖面に比較でなく、プラスチックヘッドを使用するものまで多様化している。 立って演奏する場合にはストラップを用いて、肩からかけるが、座って演奏する場合には床に置き、全体をやや斜めにして、コ面の張られていない部分が開くようにする。バチを使わずに素手で叩く。叩く位置と叩く手の形により、数種の異なる音を出し分けることが可能である。具体的には、コ面の中央を手のひら全体で叩いて、低い音を出す。ベーストーン。 湖面の端よりを指を揃えて叩き高い音を出す。ハイトーン、同じく湖面の端よりを指を開いて叩くことでより、高いバイオンを得る。スラップトーン、片手で湖面を押さえながら反対の手で湖面を叩く。ミュート音ンなどに分けられる。ギニアの伝統的演奏形態では、ドゥンドゥン、三番、ケンケニと呼ばれる3種の太鼓と組み合わせて複合的なリズムで演奏される。また、マリでは、 カスンケドゥンドゥン、コンゴニといった太鼓度の組み合わせで演奏される。この太鼓を世界に紹介し、普及させた功労者としては、ギニア出身のママディ・ケータ、ママディ・ケータが有名である。背景に1960年代のアフリカ諸国の独立運動とアフリカンナショナリズムの台頭が挙げられる。特に、ギニアでは独立後、国威発揚のために国の伝統音楽家を発掘し、 育成する国策が取られた。この時期に国立のバレエ団が結成され、ママディなどはそこでジャンベソロプレイヤーとして活躍したが、後の正常不安によりフランスへ脱出した。しかし、それがヨーロッパにジャンベと西アフリカの伝統音楽を紹介する同化戦となった。ママディはその後世界各地にジャンベと西アフリカの伝統音楽を紹介する学校。 タムタムマンディンゴを設立。ギニアやセネガルのジャンベプレイヤーが、その後、続々と欧米、日本に進出するようになった。1991年には、ロランシュバリエ監督により、ママリ、ケータのドキュメンタリー映画、ジンベホーラがフランスと、ギニア合作で作られ、日本では、ジャンベホーラ聖なる気境の放題で公開された、ことから日本ではフランス語に従って、 ジャンベと言われるようになったという説がある。アフリカの若者が欧米に憧れるのと逆に、欧米や日本などの若者がジャンベを通して、アフリカを訪問するケースも増えている。ジャンベの持つ低音から高音まで一台で発音できる、長所は伝統的な演奏形態だけではなく、ロックやジャズなどの自由な演奏形態でも用いられるようになってきた。ジャンベの演奏家は、 ジャンベフォラ、フランス語、英語、ジンベフォーラとも言う。多くのパーカッショニストが演奏に取り入れるようになっているが、ジャンベを主に演奏している奏者の例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。